どれぐらい稼げますか月。まあ、大体3桁120からが今ですね。12歳で月120万給料、はい、夢あるね美容師。楽して稼ぐ、はい、これについてちょっと話を聞かせてほしいんです。はい、楽をして稼ぐってごめんなさい聞こえ方は悪かったかもしれないんですけど、弊社の考え方としては指名とフリーもお給料 10% 変えていることにも意味があって、送客一緒売上一緒ってなった時に指名とフリーって体力的にも労働的にも同じ働き方だと思うんですよ。だとしたら指名にした方が良くないっていうことで 10% の上乗せをしているっていうところなので、同じ働き方に関して同じ時間を結局働くのであれば指名にした方がいいよねっていうことで、その方が、楽っていう言い方にはなってはしまうんですけど、そういう意味でね、あ、ごめんなさい、そういう意味で、ね、あの裏でタバコ吸ってて稼げとかっていうわけではなくて、じゃあそこの部分の上乗せは人間性であったりだとかリターン率っていうところで、楽をしてお金を稼ぐことは悪いことではないっていうところで指名を上げていこうねっていうところの、言葉のあやでした。はい、でもやっぱりスタッフは本当に子供だと思ってるんで、やっぱりうちの子たちには楽をしてほしいし稼いでほしい。今吉田さんのところで一番稼いでるスタイリスト、はいはい、どれぐらい稼げますか月。2年目の男の子が昨年の12月で300万円売り上げを作ってくれました、うん、まあ、それの 40% ぐらいとか、まあ、転販も上乗せになるので、うん、まあ、大体3桁120からが今ですね、うん、それが2年目の男の子。すごいですね。2年目ってことは22歳。はい、そうです。大学の22歳で月120万給料、はい、でもそれって僕はすごい、ね、すごい給料が、あ、お給料です。給料が、じゃあそれってこと夢あるね美容師、はい。まあ基本的なその福利厚生的なところはちゃんとあるわけですよね、はい、社保、はい、あ、もちろんです。週休2日はい持ってして、そのパーセンテージを支払ってる。そうです、支払ってます。カラー専門店になった時に、はい、アシスタントっていうのはいないってことじゃないですか。いないです。これ逆の意味で考えると、協力し合ってするみたいなのはその最初の教育とかで教えるんですか。そうですね、弊社は全部そうなんです。ほとんどのサロンにアシスタントはいないんですよ、はいはい、なので相手やスタイリスト同士で掛け持ちもし合いますし、うんうん、そこは協力し合って、うん、カラーリング放置中に他のスタイリストのカラーリング行ったりだとかシャンプー行ったりっていうところで回してます。今何人いるんですか、ワンズ従業員ですか。美容師さんが大体80人から90人ぐらいで、あとバックオフィスを設けているので、まあ、バックオフィスも含めて100人ほどになります。例えばその80、90の一番上で給料もらってる人がさっき120万ぐらいってお話ししたんですけど、はいはい、平均的にだとどれぐらいですか。やっぱり繁忙期と閑散期によって変わってはくるんですけど、だいたいスタッフの平均給料が50万から60万ぐらいっていうところですね。そんなにあるんですね。すごい。